ヤッペスは仮設住宅の支援をしているんですけど、その時の文化祭の時にこれから復興住宅にみんな移りますねみたいな話をした時に、そのやっぱり不安がすごい大きいっていう声がたくさん聞かれたんですね。でその声に応える形で今回これを企画したんです。分かんないことがあると割とその攻撃的に物言っちゃうじゃないですか、どうしてもこうね。でも私その震災の時から思ってたのは、その行政の人も同じ町に住んでるってことは同じように被災を大きい小さいは別にしてされているのに、そのずっと批判ばっかりされてたら優しくしたくても優しくできなくなりません。そういう背景がずっと気になっていたので、うちは基本的にはその誰に対しても思うことがあったら、批判をするんじゃなくてまずは提案をしましょうっていうのがやっぱりその本当に最初からのみんなに言っていたお話で、こういうのが分かんないからここ教えてとか聞かれるのと、これ全然分かんないんだよどうなってんだよって言われるの違くないですか。そういうのをちゃんとお互いにそのマンツーマンに会うことで、まさか人前でそうやって怒る人っていないと思うので、そういう機会を持ってそれをたくさん増やしていって、で自分のことなんだから自分たちもできることを考えてほしいっていうのが裏側にあって、今回このような企画をしました、参加者さんのアンケートとかにも書いてあったんですけど、やっぱり現実に見れて、実際見れていろいろこうイメージができたのでよかったっていうふうな、私たちが思っていた通りになったのでよかったかなって思います。やっぱりこれから次の住みがいになる場所っていうのをイメージするのには、そのちゃんと自分の目で見て確かめて、それで確認していろいろ人に話を聞くっていうのすごい大事な機会だと思っていたので、それは達成できたと思います、やっぱりそれぞれにいろんな思っていることがあって、それでアンケートの中にもあったんですけど、自分が思っていることを聞いてもらえてよかったっていう答えがあったので、なんかそういう機会になってよかったなっていうふうに思いますね、でも実は、反対になくってすごく協力的で、私たちが思っていることをちゃんと伝えたらそれに応えてくださって、今回もバスを無償で出してくれたりとか、それから今日の参加者さんにもお話ししてくれたんですけど、こういう内覧の希望があって人数がまとまっていればいつでもしてくださるっていうなんか答えを出してくれたみたいなので、そういうのになんかつながっていって広がってくれたらいいなって思います。だから大変なことはなかったです。やっぱり下がやってくるの活動は仮設住宅、私たちが支援しているところの仮設住宅の住民の人、最後の一人の人がそこを卒業して次の一歩を踏み出すまでそばにいるっていうのが私たち の, 役目だと思うし、それを必ずやっていきたいと思っているので、だから諦めずに、なんか今日も参加してた人言ってたんですけど、どうせ誰に言ってもどうしようもないしではなくて、なんか話してみたらなんかこんな風になったっていう風に思ってもらえたらいいなっていう風に思います。